藤陽平監督にお話を伺います。おはようございます。おはようございます。まだいよいよこのウィーク、昨日テストが行われたばっかりでいよいよ本番なんですけれども、今年のマシーン、去年から比べると若干変わってきているような気がするんですが、言える範囲で去年からここが変わったよというのを教えていただけますか？そうですね、分からないところにはなるんですけれども、エンジン仕様の見直しが大きいなところになっております。はい、よりライダーが、扱いやすいように、っていうコンセプトのもとに、今年、エンジンの作り込みをしてきました。見えるところでは、耐久という意味で、今回から、採用しているのが分かりやすいところで、本当スクリーンの、はい、形状が、そうですね、はい、違かったりとか、レバーガードが、吉村製の、はい、商品のものがついたりだとか、外観は似てるんですけど、少しスイングアームの見直しが入ったりだとか、あとフットペグも変わってますよね。そうですね、いろいろライダーテストの時に、ドライコンディションもそうですし、雨の中で乗っていく中で、やっぱり8体って3人のライダー乗るもんですから、3人でブーツのメーカーも違かったり、した時に滑る滑らないとか、そういう要求が出てきて対応したものになりますけど。監督、8体仕様というセットアップをしてる、来てると思うんですけれども、具体的にここが8体仕様だよというのをこう分かりやすくこう指していただいたりお話ししてください。はい、分かりました。まずはすごい分かりやすいところで、はい、ライトが、装着されてます。これは全日本の時はステッカー、ダミーのステッカーが貼ってありまして、8体になると我々ピアサ製の、スペシャルになるんですけれども、2灯を使いさせてもらってます。レギュレーションでその常時ついていなければいけないというレギュレーションですよね。そうです。今は街中と同じくですね、はい、昼間もライトオンというところで、我々のマシンはエンジンがかかったら必ず光る、エンジンが止まったら必ず消えるというようなシステムを導入しています。はい、で合わせてこれもレギュレーションなんですけど、ゼッケンが光るように、いわゆる自光式っていうやつですよね。そうですね、この中に LED が埋め込まれてまして、はい、その中が光って、うん、この透かしの12番が光るようになってます。我々チームサイドとしては走っててもなかなか見えないんですけど、どうもテレビ映りがいいようで、これもレギュレーションで決められておりますね。突然ですけど、今例えばスイッチでポッてつくっていうことはできるんですか？ライトはここにハンドルスイッチが、ありまして、ここのライトボタンを押すとですね、こういう風に光るようになってます。ゼッケンも今明るいんで、ね、なかなか見づらいんですけれども、はい、ゼッケンも LED がついてますよね。はい、はい、合わせて、リアのゼッケンが、光りますし、ここにテールライトが2つ光っています。でここに3つ目あるんですけれども、これはイマージェンシーで、スイッチを入れると3つ目が、ハンドルスイッチと連動することなく、つくようになってますね。これが灯火類で言えば、8体特有の、はい、装置になります。やっぱりね、体型が違うんで、ポジションのところは、はい、すり合わせが、今も、している最中ですが、マシンのセッティングに関しては、3人大きく違うところもなく、進んでいりますので、そこは心強いです。